おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。スペース X 社の大型船スターシップ1回目の試験飛行の注意点。イーロン・マスク、チャット GPT メーカーに対抗する AI の立ち上げを計画中と報じられる。キャシー・ウッドのアークインベストは、ある銘柄を捨ててテスラの購入を促進する。これらの記事を紹介したいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。先週は185ドルで終えています。果たして次の週どうなっていくのか、ここですよね。決算発表がありますので株価は大きく動いていくと思っています。はい、ではですね、まず最初にスペース X 社の大型船スターシップ1回目の試験飛行の注意点、こちらの記事を紹介したいと思います。スペース X 社はスターシップ、これは月と火星に人を運ぶために設計された史上最大のロケットですが、このスターシップの世界一周テスト飛行を行う予定です。連邦航空局の認可を受けたこのテスト飛行では、スターシップの両セクションが一緒に打ち上げられる初めての機会となります。素材としてはステンレス鋼でできたこのロケットは、33機のメインエンジンと1670ポンドの推進力を持ち、250トンを持ち上げ、100人を火星に運ぶのに十分な性能を持っています。今回行われるテスト飛行では約 1.5 時間で、着陸は行わずに全ての部品は海に落下させます。イーロン・マスクさんは、このテスト飛行中にロケットが軌道に乗る確率を 50%、 年末までに1機が軌道に乗る確率を 80% と見積もっています。スペース X 社は早ければ2025年に宇宙飛行士を月面に着陸させるという30億ドルの NASA との契約を結んでいます。はい、ではこれを記事ですけれども、いよいよスターシップのテスト飛行が行われるということですね。で、このスターシップが今後10年20年かけて人を月や火星に送ることができたら、本当に教科書に載るレベルのことです。まさに今僕たちっていうのは歴史的な瞬間に立ち会えていると思っています。なのでまたこの情報ですね、新しい新情報があり次第紹介したいと思います。スターシップ、さてどうなるかですね、楽しみです。続きまして、イーロン・マスク、チャット GPT メーカーに対抗する AI の立ち上げを計画中と報じられる。この記事を紹介したいと思います。イーロン・マスク氏がオープン AI に対抗する人工知能 AI 企業の設立を計画しているとの報道がありました。イーロン・マスクさんは AI 研究者とエンジニアのチームを募集し、新会社 X.AI の投資家を募集しているようです。イーロン・マスク氏は数千台の高性能グラフィック処理装置を持ち、ディープマインドを含む主要な AI 研究所からエンジニアを採用したと言われています。イーロン・マスク氏が2015年に共同設立したオープン AI は、最近偽情報や政治的変更を広めることができる言語モデル GPT-4 を発表しました。はい、でこちらの記事ですけれども、まず一番最後のところはかなりディスっていると思います。 GPT-4 はやはり優秀です。どういうふうに使うのかですね、情報を鵜呑みにしないっていうのも大事ですけれども、まあちょっとここはねディスってるなと思いました。ただこの記事から言えること、これはですね、これからの時代っていうのはもうご存知だと思いますけれども、 AI の時代なんです。だからイーロン・マスクさんも本格参入するっていうことですね。で、
何か自分自身がビジネスをするとかそういった時には、以前だったら日本だとソフトバンクの孫さんが着手する事業をしたらいいよってよく言われていましたね。これを真似たらいいわけです。例えば孫さんが EC に参入するんだったら EC をしたらいいとか、まあ、そういった感じで孫さんがやる事業を真似たらいいというふうによく言われましたけれども、やはり今はイーロン・マスクさんに注目するべきだと思います。イーロン・マスクさんが AI に着手するんだったら AI です。でテスラをエネルギー事業を基軸ならエネルギーです。でツイッターを今後どうするのか、ここも注目しないといけなくって、ツイッターに金融要素を入れてくるのかどうか、そして暗号資産を入れるかどうか、こういったところもね見ていく必要があるかなと思ってます。で個人単位レベルで話をしたときに、個人単位で AI を自分で作るっていうのが難しいと思うんですね。ほとんどの人はそういったの無理かなと思います。けどどういった視点で情報収集したらいいのかというと、この AI を活用する側に回るにはどうしたらいいのかという視点で考えていくといいと思います。今後はこの AI を活用する人と活用される人に分かれてくると僕は思っているので、これからの時代の波に乗ろうと思うんだったら、この AI を活用する側に回るにはどうしたらいいのかという視点で情報を収集していけばいいかなと思ってます。そのため今大切なことは、最新情報を集めて自分に生かすことができないか、こういった視点で情報収集するといいと思っています。で、僕自身が今 LINE のオープンチャットを使ってコミュニティを作っています。そのコミュニティでは AI 情報なども情報交換していますので、まあ参加をしたいと思われている方は追伸のコーナーでお知らせをしていますので、ぜひ今日の追伸の方で聞いてみてください。では最後に、こちらのキャシーウッドのアークインベストは、ある銘柄を捨ててテスラの購入を促進する、こちらの記事を紹介したいと思います。キャシーウッドさんは2023年の苦戦にもかかわらずテスラ株へのコミットメントを続けています。テスラへの投資を維持するために、ウッド氏はアークインベストが保有するヘルスケア企業エグザクトサイエンシスの株を減らしました。過去10日間でアークはエグザクトサイエンシスの23万3000株以上を売却し、新規の株式購入は行いませんでした。しかしウッド氏はエグザクトサイエンシスへの信頼を失っていません。なぜなら現在も 7.04% と彼女のポートフォリオの中で2番目に大きな部分を占めているからです。テスラはアークの保有株の 5% 強を占めており、ウッド氏はテスラが AI から大きな恩恵を受け、自立走行型タクシープラットフォーム市場をリードすると考えています。はい、この記事ですけれども、キャシーウッドさんがなんでこのタイミングでエグザクトサイエンシスを売却したのか、ここを考える必要があるかなと思っています。僕個人としては来週の決算発表ですね、多分来週の決算発表で僕は株価が下がると思ってます。いい結果が出ようとしても多分下げてくるんじゃないかなと思うんですね。なのでその下がった後に買う予定じゃないかなと僕は予想しています。はい、ということなので、まあ、テスラ株をされている方、もし下がったら下がった時に買うですね、上がったら上がったで生還です。なのでキャシーウッドさんがこのタイミングでエグザクトサイエンシスの株を売った、この事実ですね、これをどのように判断するのか、僕は今日はテスラ株が下がった時に買うための資金を得たと思っていますけれども、どう思われますか。はい、という感じで今日はですね、スターシップの第1回テスト飛行という記事と、イーロン・マスクさんが AI の新会社を立ち上げ、そしてキャシーウッドさんがエグザクトサイエンシスを売却、これらの記事を紹介しました。個人的にはこれからはやっぱり AI の時代なんですよ。なので個人的に先ほども言いましたけれども、 AI を活用できる人が勝つと思っています。皆さんのビジネスにも大きく影響してくると思うので、この AI を活用できるかどうか、ここが大きなポイントになってくると思います。追伸でお知らせしますが、
今僕が運営しているオープンチャットでテスラ情報とか最新の AI の情報とかの交換を行っています。その情報を得て、その情報を活用し、この時代の流れに乗っていきたいと僕は思っていますし、一緒にこの流れに、ね、乗っていけたらと思っていますので、まあ、そういったことに興味がある方はオープンチャットの方に来てみてください。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してはブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。今日紹介した AI とかですね、そういった情報も交換しています。で、このオープンチャットへの参加費は無料です。なのでそういった最新情報が好きって方はぜひ一緒にそのオープンチャットで情報交換していきましょう。一人で情報収集するよりも複数たくさんの人で情報収集していって、それを共有した方が効率はかなりいいと思っていますので、ぜひね、一緒に情報交換っていうのをしていきましょう。参加方法ですけれども、参加方法は画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっています。はい、先日から横浜の方に行っていまして、昨日の夕方福岡に帰ってきました。横浜では実際にテスラオーナーの方と会い、そしてテスラ系 YouTube をしている宮田さんにもお会いし、非常に有意義な時間を過ごすことができました。まあ、僕自身としてはテスラオーナーの方以外にもいろいろと人に会って情報を収集してきました。やはり人に会うっていうのは非常にいいなと思いますし、自分一人で今回は行ったんですけれども、まあ、ホテルでまあ2日暮らして、やはりホテルで暮らすっていうのは非日常体験でもあるし、そのような非日常体験っていうのを経験することで自分自身にやはりもっとなんか頑張ろうなと思う気持ちも増しますし、自分自身もっと成長しようという気持ちにもなってきます。非日常体験っていうのはやはり重要だなと思いました。はい、で僕は定期的に東京の方には行っていますので、また東京に行ってテスラのオーナーの方とかテスラ株をされている方と実際にお会いして情報交換っていうのをしていこうかなと思っています。そういったオフ会の情報とかもオープンチャットでしていますので、ぜひね、オープンチャットの方で一緒に情報交換していきましょう。はい、では今日は日曜日ですね。素敵な日曜日をお過ごしください。ではまた。